何何？生前行った罪を死後の世界で許すために身を清めてくれる水なんだってさ。アスベル、自分が何言ってるのか分かってるの？全然分かんない。シェリアは分かるのか？私も全然分からない。生きている時に悪いことをした人でも死ぬ時は許してあげますよって意味だよ、兄さん。さすがヒューバート。兄さんもそれくらいは勉強しておいた方がいいよ。いつでも教えてあげられるわけじゃないんだからね。どうしたんだあいつ。もう、あれ、ヒューバート、何の話だっけ？知らないよ。なんだよ、ふてくされるなよ。ここ、もしかして隠し通路の入り口じゃないか？よし、みんなここに入ってみよう。ダメよ、そんなの。暗いし危ないわ。僕もやめた方がいいと思う。行き違いになったら大変だよ。リチャードはきっとここを通ってくるはずだ。だから途中で会えるさ。どうせならこっちから行ってびっくりさせてやろう。さ、出発するぞ。敵が来た。敵が来た。
扉の隙間に土がぎっしり詰まっちゃってるんだよ。ずっと使ってなくて開かなくなっちゃったのね。なんだか腹立つな、この扉。俺の負けみたいじゃないか。扉と勝負してどうするのさ。大人がいないと無理よ。開けてみたい、先を見たいけど、大人に頼ったら負けた気がする。もう扉なんてどうでもいいでしょ。早くリチャードに会いに行きましょうよ。くそー、いつかぶっ飛ばしてやる。覚えとけ。すごい、扉に挑戦状を叩きつけたよ。やめた方がいいよ。本当に大丈夫なの？ヒューバート、私の後ろに隠れないでよ。私だって怖いんだから。でもアス、止まれ。何？ちょっとやめてよアスベル。マジかよ、お前らの後ろ。うわーって、うっそーお化けなんているわけないだろ。もう怒るわよアスベル。ヒューバート、立てる？お前、おもらし。大丈夫、今回のことも誰にも言わない。本当？あれ、兄さん、前におもらしした話言いふらしたな。
俺の実力を見せる。他に敵はいないみたい。ソフィー、どうした？ここ、危険。ここにいるの、危ない。兄さん、上！なんだ、こいつら！俺が本気を出せば、多分大丈夫だ！ハッバッカイショー！バッカイショー！